現行の WRX はデザインが発表されてから3年が経過しました。この期間において、WRX はその外観デザインにおいて多くの変化と進化を遂げてきました。特に新型 WRX はスポーティーさと洗練さを兼ね備えたデザインが特徴です。新型 WRX の外観は力強さとエレガンスを融合させた印象を与えます。フロントグリルは大胆なデザインで、アイコニックなスバルのロゴが際立っています。ヘッドライトはシャープな形状をしており、LED テクノロジーを採用しているため、夜間の視認性も向上しています。また、ボディ全体のシルエットは流線型で、空気抵抗を考慮した設計です。サイドプロファイルに目を向けると、力強いキャラクターラインがボディ全体を引き締め、スポーツカーらしい印象を強調しています。ホイールアーチは広がりを持ち、よりアグレッシブなスタンスを演出しています。リアビューでは、LED テールランプとダクト付きバンパーが目を引き、存在感を際立たせています。このように、新型 WRX のデザインは、ただ単に美しいだけでなく、機能性や性能をも考慮したものとなっています。走行性能を最大限に引き出すための空力特性や、運転する楽しさを引き出すためのデザインが残されています。WRX のデザインは、スバルの技術力と情熱を象徴するものとなっています。EJ20 エンジンの終焉と影響。EJD10 エンジンは、WRX のアイコニックなパワーユニットであり、長年にわたり、スバルの性能モデルの心臓として活躍してきました。しかし、その生産が終了したことは、ファンや愛好者にとって大きな衝撃でした。このエンジンは特にその軽量な構造と高い出力特性からラリー競技やパフォーマンスドライビングにおいて非常に評価されていました。EJ20 エンジンの終焉は WRX の伝統や文化に影響を与えるだけでなく、日本市場におけるモデルの選択肢にも大きな変化をもたらしました。特に注目すべきは近年の日本モデルにマニュアルトランスミッション MT が存在しない点です。これは運転の楽しさやドライビングエクスペリエンスを重視するファンにとっては残念な状況です。自動車市場のトレンドがオートマチックトランスミッションに移行する中で MT の消失は多くの熱心な支持者を失う結果となりました。さらに WRX STI の不在も無視できない問題です。EJ20 エンジンは STI モデルの核となる要素の一つであり、その終焉は STI ブランドのアイデンティティにも影響を及ぼしています。STI は通常、性能を重視した走行特性と独自のチューニングを提供してきましたが、EJ20 の代替エンジンが STI に採用されることで、これまでの魅力や個性が失われる懸念があります。このように、EJ20 エンジンの終了は、スバルの性能モデルにとって重要な転換点であり、その影響は今後のモデル展開やファンの支持に大きく関わってくることでしょう。デザインの賛否と進化。WRX のデザインに関しては発表当初から賛否が分かれています。一部のファンはその革新的な外観に魅了され、特にアグレッシブなフロントデザインや流線型のボディラインに高い評価を与えています。一方で、従来の WRX のファンからは、より保守的なデザインを求める声も上がっています。このような意見の対立は、WRX が持つ伝統と革新の狭間で生じるものであり、スバルにとっても難しい課題4。新型 WRX のデザインは、機能性とスタイルを両立させることを目指しています。例えば、フロントバンパーのダクトは、冷却性能を向上させつつ、空力特性の向上にも寄与しています。また、リアウィングのデザインは走行中の安定性を確保するために重要な要素であり、視覚的にもスポーティーさを強調しています。これらのデザイン要素は単なる見た目の美しさだけでなく、実際の走行性能に対する影響も考慮されています。さらに、インテリアのデザインにも進化が見られます。新型 WRX では、ドライバー中心のレイアウトが採用されており、運転中の操作性が向上しています。デジタルインストルメントクラスターや大型タッチスクリーンは、現代的なテクノロジーを取り入れつつ、
ドライビングエクスペリエンスを向上させるために設計されています。このように WRX のデザインは従来のファンの期待と新たな顧客層のニーズに応えるために進化を続けています。デザインの賛否がある中でも、スバルはそのアイデンティティを保ちながら新しい時代に適応する努力をしています。オフロード要素の追加。新型 WRX にオフロード向けな要素が加わることで、これまでのスポーツカーとしての印象が薄れ、見方に変化が生じています。新しいデザインは、単に舗装された道路での性能を追求するだけでなく、より多様な走行シーンに対応できるように進化しています。このことは、WRX ファンの中でも賛否が分かれる要因となっています。オフロード性能を意識したデザイン変更には、車高の引き上げや頑丈なボディ構造が含まれています。これにより、これまでの WRX のスポーティーなイメージから、よりタフでアドベンチャー志向の車両へとシフトしているのが見て取れます。特に、オフロードでの走行性能を重視したサスペンションやタイヤの選択が行われており、これにより多様な地形に対応できるノーゴア、力が向上しています。しかし、この変化は、従来の WRX ファンにとっては戸惑いをもたらす要素でもあります。特にスポーツカーとしての速さや操縦性を重視するユーザーにとっては、これまでのデザインや性能が失われることへの懸念があるのです。オフロード向けのデザインが強調された結果、スポーツカーのアイデンティティが薄れてしまうのではないかという不安が広がっています。さらに、オフロード機能の追加は WRX のブランドイメージにも影響を与える可能性があります。これまでのラリー文化やスポーツカーとしての地位を維持しつつ、新たなユーザー層をターゲットにすることは、スバルにとって大きな挑戦です。果たして WRX が伝統を守りながらも新しい市場に適応していけるのか、今後の展開が注目されます。カスタマイズ例の紹介。北米のブランドが提案する WRX のカスタム案には多彩なアイディアが存在し、実際にどのように車が変わるのかについて具体的な例を挙げていきます。まず、エクステリアのカスタマイズにおいて人気のあるオプションはエアロパーツの取り付けです。フロントバンパーやサイドスカート、リアディフューザーなどのエアロパーツは見た目の向上だけでなく、走行時の空気抵抗を減少させ、安定性を向上させる効果があります。例えば、特定のブランドが製作したカーボンファイバー製のフロントリップは、軽量でありながら高強度を誇り、スポーティーな印象を与えます。次に、サスペンションのカスタマイズも見逃せません。オフロード性能や走行性能を向上させるために、調整可能なダンパーやスプリングを導入することで、車高を変更し、よりアグレッシブなスタンスを実現できます。これにより、コーナリング性能が向上し、運転の楽しさが増すことが期待されます。さらに、ホイールの変更も重要なカスタマイズの一環です。軽量なアルミホイールを選ぶことで、車両の運動性能が向上し、見た目にもスポーティーさが加わります。また、耐型タイヤを装着することで、オフロード性能を強化することも可能です。特に、独特なデザインのホイールは、個性を演出する要素としても重要です。最後に、インテリアのカスタマイズにも注目が集まっています。スポーツシートやカスタムステアリングホイールを導入することで、運転中の快適性や操作性が向上します。また、インフォテインメントシステムのアップグレードも人気で、最新のテクノロジーを取り入れることができます。これらのカスタマイズは、WRX を単なるスポーツカーとしてだけでなく、オーナーの個性を表現する一台へと変化させることができるのです。新型 WRX のデザインポテンシャル。新型 W。
新型 WRX はそのデザインポテンシャルにおいて非常に高い期待を寄せられています。特にスポーティーな外観と機能性を両立させることが求められており、これまでの WRX の伝統を踏まえつつも革新を追求する姿勢が感じられます。デザインの進化は単なる見た目の美しさだけでなく、性能を向上させるための要素としても重要です。新型 WRX のデザインは先進的な技術を取り入れたことにより、空力特性の向上を実現しています。例えば、フロントバンパーやリアウィングのデザインは、走行中の安定性を確保するために計算されており、視覚的なインパクトを持ちながらも実用性を兼ね備えています。さらに、LED テールランプやシャープなヘッドライトは、現代的な印象を与えると同時に、夜間の視認性を向上させています。特殊仕様モデルへの期待も高まっています。これらのモデルは、特別なカラーリングやエアロパーツを施すことで、より個性的なスタイルを提供することが可能です。また、パフォーマンス向上のために、サスペンションやエンジンチューニングが行われることもあり、ドライバーにとっては、運転の楽しさを増す要素となります。ファンの前では、このような特殊仕様モデルに対する関心が高く、実際に市場での評価も注目されています。一方で、新型 WRX のデザインには賛否が存在します。従来のファンからは、WRX らしい保守的なデザインを求める声も聞かれますが、スバルはその期待に応えつつ、新しいデザインコンセプトを追求する必要があります。市販モデルとプロトタイプの比較。進化 WRX とプロトタイプとの比較は、自動車の進化において非常に興味深いテーマです。特に新品の WRX は従来のモデルと異なり、様々な新しい技術やデザイン要素を取り入れていますが、プロトタイプから受け継いだ魅力も多く存在します。まずプロトタイプは通常、性能やデザインの実験的な側面を強調します。特に、エンジン性能やサスペンションの調整など、走行性能においては市販モデルに比べて圧倒的なポテンシャルを持っています。例えば、プロトタイプでは軽量素材が使用され、パフォーマンスを最大限に引き出すための特別なチューニングが施されています。これに対して市販モデルは量産化の過程でコストや安全基準を考慮する必要があるため、性能が若干制限されることが一般的です。次に、デザインの観点から見ると、プロトタイプはより大胆で革新的なスタイルを持つことが多いですが、市販モデルは消費者のニーズやブランドイメージに合わせたデザインが求められます。新型 WRX の市販モデルは、スポーティーさと実用性を兼ね備えた印象を与えていますが、プロトタイプのようなアグレッシブさや実験的な要素はやや控えめになります。そのため、プロトタイプのデザインに惹かれるファンにとっては、物足りなさを感じることもあります。さらに、市販モデルが直面するイメージ問題についても触れておきたいと思います。新型 WRX がオフロード性能を強調することで、従来のスポーツカーとしてのアイデンティティが薄れるのではないかという懸念が広がっています。これに対して、私は市販モデルが従来のファンの期待に応えつつ、新たな市場にもアピールできる可能性を持っていると考えています。Anter 型 WRX がそのバランスをどのように取るのか、今後の展開が楽しみです。個人的な見解と未来への期待、WRX はスバルの象徴的なスポーツカーとして長年にわたり多くのファンに愛されてきました。私個人としても WRX の魅力はその走行性能やデザインだけでなくドライビングエクスペリエンス全体にあると感じています。しかし最近のモデルにおいては特に EJ20 エンジンの終了やマニュアルトランスミッション T の不在がファンとしての期待を裏切る結果となりました。今後の WRX に対する期待として、特に STI モデルや MT モデルの復活を挙げたいと思います。STI は WRX の高性能バージョンであり、特別なチューニングや走行特性を提供してきました。しかし、EJ20 エンジンの終焉によって、STI のアイデンティティが愚かされているのも事実です。
新たなエンジンが STI に採用されることで、これまでのパフォーマンスや魅力が失われるのではないかという懸念があります。また、MT モデルに関しても、運転の楽しさやドライビングのフィーリングを重視するファンにとっては欠かせない要素です。オートマチックトランスミッションが主流となる中でも、MT を選ぶことができる選択肢は、運転好きにとって大きな魅力です。これらの要素が復活すれば、WRX は新たなファン層を獲得し、従来のファンの期待にも応えることができるでしょう。今後の WRX の進化には、これまでの伝統を守りつつも、新しい技術やデザインを融合させることが求められます。特に STI や MT モデルの登場は、多くのファンにとっての希望の光となるでしょう。スバルにはこれらの期待に応える価値で、新たな時代の WRX を生み出してほしいと願っています。